おめでとう。え、何これ。うるせえな。まだやんだ。俺、いや先輩に呼び。いやー。だって俺たち男同士なのに。関係ねえだろ。男同士とか関係ねえよ。なんで。別とかじゃなくて、今日のこのバレンタインデーっていうのは、日頃からお世話になってる人に愛の気持ちを差し出す日なんだ。先輩。え。BGM が俺が流してる。どうして僕がメロちゃん好きだって。だってお前今日メロちゃんみたいな服着てんじゃねえか。いつもお前がピンクのものを選んでいるのをずっと横から見てきた。先輩。ということでこのチョコレートを受け取ってくれ。みんな聞こえる？私のマイメロディー。これねえねえ自由な。大塚さんどう思います？ダーリン、ハニー。ちょっとパンパンされた。メロリヒ連れてきたよ。ルツ話してください。自分で歩けます。話したくない。え、なんでこれ。え、イエス降臨だ。そう、正解。話さない。ごめんね、俺の手冷たい。え、この指輪。この指輪。え、俺があげたのじゃない。そうね。だから結果ドラマがあったの。ここは諏訪部君もよく見たら1回で。あれだいぶ変わってますねこれね。あれなんかあれどうしたんですか。全然揃ってない。どうしたんですか。全然あれ何それ。ちょっとすいません。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずシャワーの方からいきましょうかね。はい。すみません、僕初めてで。いやいやいや、大丈夫です。初めて。じゃあまず背中から洗っていきますね。別の場所になっちゃった。もうお風呂に入りたいんですけど。まだもうちょっと。なんかわかりました。なんてお呼びしたらいいですか。ちなみに、としきは弱いところからどこでもいいです。どこでも弱い。じゃあ、足も。しかいないのにカンペで女子トークどういうガールズトークしちゃう。最近どんなブラつけてるの。やめてよ。ピンクのレースブラつけてんの。やだやだやだ。やめてよちょっと。やだもう。本当は何すんのこのゴール。どこの野郎。うっせえな、帰るわ。っておいこら。なんだよこの手は。お前手出してきたら容赦ねえぞ。やれるもんならやってみろよ。なんだとこの。やってくれたな。おお、分かった。全面戦争だこれ。上等だこら。メンチばっか切ってねえでやるのかやらねえのかはっきりしろよこの野郎。なんだとバカ野郎。今からやるっつってんだろバカ野郎。てめえこの野郎。あ、いいな。俺ヘリウムって初めてやったもん。近い、初めて近い。いやー、お前もなんでヘリウム持ってきてんだよ。びっくりするわ。神谷さん。すごく男らしい人大好きやっぱ俺お前と結婚してよかった。ともくんアブともくんだけもう一回アブアブ役もさらにアブ後ろもアブマイルもいいよ。ともくんそこだ重そうだけど右隣の人の耳に吐息。カメラ決めるから今、はい、いいよ正面の人とハグするって正面2人ではいワタール。いやー俺も怒られたことあったもんな。台本忘れてヤギに食われちゃいましたっていうそれはなかなかないんじゃないですかね、台本忘れるっていうのは。さあなんでしょうキウイ。お、素晴らしい正解です。いや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 、そんなちょっとダメですよ、絶対そんなね。いやいや、先輩にそんなことさせられないですよ。いや本当にダメです。ダメです。こんなに面白いことあるごめんね失神してるぞ。ほら誕生日にボイスメッセージで LINE くれたじゃん、おめでとう。あれねすっげえ気持ち悪かった。え気持ち悪かった。嘘。今ここでみんなに聞かせたいよ。どんなだったか覚えてない。再現しますね。はい、再現。ホワイティ。誕生日。おめでとう。意味はないです。それ、意味ないって言うけどさ。うん。同じボイスメッセージで3通も来たんだよ。はい。